おお。何見てんだ？殴るぞ！お兄さん、お、そこのにボコボコにしてやるよ。しつこいやつ。そこのおっさん。
せ願おうか。しゃあねえ。待てって、ちょっとちょっと逃げんな。待てや、待てっつったんじゃ。ロケット捨てねえで金出せや。しつこいやつや。いえ、いえ、
そこのお兄さん、ちょっとダメだって。マジだり、マジだり。おっ、ハハ。
なんだと？
やめろ。
いらっしゃいませ。ありがとうございました。待てよ。いらっしゃいませ。ありがとう。
この兄さん。ちょっと。お兄さん発見。ちょっと待てよ。逃げるか。財布置いて消えろ。後悔すんで。いえ。二度と顔見せるな。
ょっと待ってよ。逃げる気か。やって死ねえよ。
に目つけてんだ。何？なんだ、勘弁してくれ。
兄貴、何か分かりましたか？ああ、喜多方は2日後の昼12時から行われる雪祭りのオープニングセレモニーに来賓として出席するらしい。雪祭りか。なるほど。確かに地元の有力者である喜多方の親父ならありえそうですね。おそらくそれが喜多方に接触する唯一のチャンスや。ここで逃したら次のチャンス待っとる間に俺らが警察に捕まってまう。でも居場所は分かったとしてどうやって話を聞き出すんですか？それこそ雪祭りの最中ですよね。結局俺たち近寄れないじゃないですか。まあ警備も行さん多いよな。それじゃどうやって来賓に変装して近づくとか。このガタイ目立ちすぎる。じゃあセレモニーが終わるのを待って話を聞くとか。その前に警察に捕まるんが関の山へ。それじゃあしゃあない。誘拐するしかないわな。誘拐？誘拐っていつ？そないなもん決まっとるやろ。護衛も手薄になるとき、つまりセレモニーの真っ最中へ。ちょっと何考えてるんですか。雪祭りは町内会の祭りじゃないんですよ。それこそ何万何十万って人間がテレビの向こうでセレモニーを見てるんです。そんな時に誘拐するなんてできるわけないじゃないですか。せやけどそれしか手ないやろ。これ以上時間かかったらどの道捕まって刑務所送りへ。それだけは避けなあかん。でもこうなったら誰も喜多方のこと見とらん隙狙うしかないな。例えば？ま、特に作戦はないけど。ああ、事務所に二人だけで勝ち込みかけるよりはマシかもしれませんけど。まあ親父も年ですし、老人一人誘拐するだけならなんとかなるとは思うんですが、やっぱり無理があるとしか。その喜多方という男のことやけど、えらい町の人間に好かれとるようやな。ええ、親父は三代目ですが、組自体は戦前から月見のをまとめてきた名跡です。地元住民たちとの関係も深く、この町じゃ親父を悪く言う奴なんていませんよ。あ、以前東北のとある組が進出してきた時も組総出で町を守ったほどです。そうか、ほんま俺好みの男みたいやな、その喜多方チューンは。だからちょっと信じられないんですよね。その真島さんって人を喜多方の親父が殺すなんて。いや、責任感強い男やったら逆にあり得る。噂に聞いとる通り、真島の兄弟が喜多方組に対して東条会の傘下に入るよう強要したんやったら激しい抵抗があったはずや。でも俺の知ってる親父ならそんな状況でもきっと話し合いで解決したと思うんです。だからなんだか妙に引っかかって。まあほんまのとこどうなんか会うたらすぐわかることや。その雪祭りのセレモニーに潜り込むことにしよう。ですね。
じゃあ明日は明るいうちに一度潜入のために下見をしておきましょう。ああ、おはようございます、兄貴。おう、具合はどないや。昨日よりだいぶいいみたいです。今日は俺もバッチリ働きますよ。よし。せやけど二人で行動するんは目立つ。下見は別々に行動しよう。わかりました。じゃあ、一通り下見が終わったらここに戻って合流ということで。わかった。おいおい、はい。
兄貴、遅かったですね。会場一通り見てきたけど、警備相当やな。あれは近づくんも一苦労やで。それだけじゃないっすよ。仮に誘拐がうまくいったとしても、当然追っ手が来るでしょうし、警察も動き出すはずです。問題は山積みですよ。無茶は承知の上、追っ手が来たらそん時はそん時、片付けるまで俺は何としても兄弟が死んだっちゅう話の真相を知りたい。わかりました。すまんの。何がですか？俺のわがままに付き合わせてしもて。そんな、刑務所でも雪山でも俺を助けてくれたのは兄貴じゃないですか。受けた恩、今度は俺がお返しする番なんですから。そんなこと気にしないでください。そうか、大きにな。それよりも兄貴、誘拐のヒントになりそうなもの何か見つかりましたか？それなんやが、どうやって来た方に近づけばええんか正直見当もつかん。そうですか。なんとか気づかれんように近づく方法を考えんとな。兄貴、俺思い出したことがあるんで、ちょっと出てきます。どうしたんや急に。いえ、大したことじゃありません。兄貴は先に休んでください。おはようございます兄貴。おう、帰ってたんやね。はい、遅くなってすいませんでした。さてと、これからどないしようか。今日はおそらく大変な騒ぎになると思います。何か必要なものがあれば今のうちに準備を済ませてしまいましょう。せやな。じゃあおのおの準備を済ませて昼前にここに集合ということで。わかった。Yeah!
Ah!
お、そこの兄さん。ボケが。おい、気分ないちまったぜ。ちょっと待ってよ。あんただよ。二度とつらみせんじゃねえぞ。はあ、Fuck!
兄貴、準備は済みましたか？ああ、大丈夫や。それじゃあ、そろそろ行きましょう。そやな。北方に近づく方法は、海上近くまで行ってから考えようが。それなんですが、これから海上付近の警備は、どんどん厳しくなると思います。兄貴、少しでも目立たないように、別々に行きましょう。わかった。一人で無茶するんやないで。ババちゃん、わかってます。それじゃ俺は先に行きます。すみません、ちょっと手荷物拝見させていただいてもよろしいですか？鑑定機中だ。検問の手前で脇にそれると思って。お見よ。
北方組のもんか。おうよ、網走から出てきたって聞いた時は耳を疑ったが、どうやら伝説の極道ってのもあながち嘘じゃねえみたいだな。親父に会って真島の敵討ちをしようって腹なんだろうが、そうはさせねえ。北方組は東条会なんかには負けねえってことを教えてやるよ。今何時？ああ、今何時か聞いとんのや。11時半過ぎだ。そうか、ほなのんびりしとる時間ないな。さっさと片付けて北方のとこまで行かせてもらうで。ふざけたこと抜かしやがって。もう二度と時間なんて気にしなくていいようにしてやるよ。やるよ。Oh!
兄貴、こっちです。兄貴、大丈夫でしたか？大丈夫や。っていうか兄貴、何ですかその格好。これか、警官巻くための変装に決まっとるやろ。逆に目立ってますよ。そうか。ほんなら着替えるから、ちょ待っとけ。これでええやろ。服はとりあえずしもうとくとするわ。それじゃ急ぎましょう。兄貴、俺についてきてください。ああ、こっちにも待ち伏せが。やるしかないようやな。行くで、アバちゃん。これで追ってくる奴らは全員倒しましたね。そうみたいやな。せやけどこいつらお前んこと容赦なしに襲ってきたな。いくら俺と行動を共にしてるからとはいえ、元は同じ組の人間やないか。ええ、実は俺もこいつらの顔知らないんですよ。きっと俺が無所に入ってからの10年の間に組に入った奴らなんでしょう。そうなんか。この10年の間に時代が変わったっていうか、もう本当に俺の居場所なんてないんだなって気がしますね。寂しいもんやな。さあ、それじゃ行きましょう。こっちです。こないなとこに来てどないするつもりや。このマンホールから下水道に入ることができます。下水道？セレモニーの会場のちょうどステージとなってる場所にマンホールがあるんです。このマンホールをたどっていけばあそこに出られます。そこから直接北方の親父に接触するのがベストかと。よう調べたな。実は昔ガキの頃、あそこの公園で遊んでた時に通ったことがあったのを思い出したんですよ。なるほどな。ほな行こうか。この上です。時間は？もう12時を過ぎています。オープニングセレモニーは始まっているはずです。頃合いやな。どないした？まさかここまで来て怖じけづいたんとちゃうやろな。違いますよ。ただ親父に会ったら何を話そうかなと思って。そんなん今考えることちゃうで。まず誘拐成功させてからや。
そうですよね。すいません、兄貴。よし、行こうか。おかげさまで、この月見の雪祭りも今年で56回目を迎えることとなりました。ご承知の通り、北海道の冬というのはですね、とにかく雪が多く、切っても切れない関係にあります。その雪に親しみ、こうして毎年楽しいお祭りが開けるということは、我々月見野の人々が自然と共生しているということの証でもあります。北方理事。うん。例の網走刑務所の脱獄囚が会場の近辺に現れたという情報が入りました。警備は万全ですが、万が一ということもあります。身の回りには十分お気をつけください。どうかなさったんですか？いや、何、どうやら待ちわびていた相手が来たみたいだな。これでやっとあいつとの約束が果たせそうだ。は？だがこの状況、どうやって突破する気だ？もういいんだいいんだ、気にしないでくれ。さあ、オープニングの航空ショーが始まりますよ。どうですか、見事なもんでしょう。今年は結構金を使ったんですよ。あれ？なるほどな、こういう手もあったのか。北方組の北方組長に間違いないな。なあ、そうだ、梅さんは冴島大河だな。そうや。こうして会えて嬉しいぜ。ずっとあんたのことを待ってたんだ。待っとったやと？どういうことや。梅さん、あの真島が死んだっつう話を聞いて、はるばる網走からやってきたんだろう。真島を殺した犯人である俺に会うために。そうだろ？実はそのことなんだが、俺もおめえに伝えなきゃならねえことがあるんだよ。一体何や。あの真島五郎が最後に言い残したことは気にならねえか。邪魔が入らねえ場所を用意してやる。そこで話そう。兄貴、罠かもしれませんよ。安心しな、俺の部下たちも知らない場所だ。もちろん警察も知らん。さっきも言ったが、俺もお前さんに用事があるんだ。さあ、邪魔が入らねえうちに行こう。兄貴。分かった、案内してくれ。
先日このビルを丸ごと買い取った。最近は月見のも不景気でな、物件転がせなくなって困った連中が駆け込んできやがる。参ったもんだよ、俺らもそんなに金持ってねえってのによ。そんで俺に伝えたかったことっちゅうのは何や。それが真島が言い残した言葉が関係してるんか。うん、そうだ。あの、俺ちょっと外を見張ってます。本当にここが安全かどうか信用できませんし。疑り深いやつだな。あれ、お前さんの兄弟分か。知らんのか、あいつのこと。さあ、覚えがねえな。それにしても意外だな。下の連中から聞いてた話じゃ、もっと荒々しい男が来るのかと思っていたが、さすがあの真島の兄弟分ってことか。真島に似て中身は繊細な男のようだ。そう言われたのは初めてやな。うちらの業界の連中も節穴ばっかりになってしまったってことだ。どいつもこいつも見た目ばかりで人間を判断する。だから下手打つんだ。ところであんた、兄弟分を殺されたにしちゃあまり怒ってないようだな。兄弟が誰かにやられたとして、それは兄弟が弱かった言うだけのこと。強いもんに弱いもんが負けた。そんなら俺の出る幕やない。なるほど。せやけど、兄弟がなんで殺されなあかんかったんか、兄弟は最後なんて言うて死んでいったんか、それだけは聞いとかなあかん。あんたやったらその答え知っとるんやろ。俺がおめえに伝えたかったことってのはな、俺と真島が会合したあの日、あの場で本当は何が起こっていたのか、その真実についてだ。真実やと？聞かせてもらおうか。ああ、まず最初に結論から言おう。北方組は真島をやってない。俺には真島を撃つ理由がないんだ。どういう意味や？言葉通りの意味だ。それ以上の意味はない。真島は北方組を東条会の傘下に収めようと話しつけに来てたはずや。ならあんたが真島を弾く理由は十分にあるはずやろ。それでも撃つ理由がないと言い張るんか。だからそれが誤解なんだ。そもそも真島は東条会の傘下に入れと言ってきたんじゃない。なんやと？五分杯を交わしてほしいと頭を下げに来たんだ。つまり俺に堂島大吾の兄弟分になってくれと言ってきた。北方組が東条会と五分やて？ああ、そしておそらくうちだけじゃねえ、福岡や名古屋にも同じ条件で成し付けに行ってたはずだ。うちとしても五分なら依存はねえ。東条会と手を組みや、うちに余計なちょっかいかけてくる組織もなくなるだろうしな。ほな、あんたは杯受けるつもりやった言うんか？そういうこった。だから俺が真島を殺す理由はねえ。ほな、一体誰が真島殺したんや？そう、それがあんたに一番伝えなきゃならなかった真実だ。一度目の会合で杯の話を聞いた後、心を決めた俺は真島に連絡し、二度目の会合の日取りを決めた。そしてことが起きたのはその二度目の会合の時だった。俺が返事を伝えたところ、どういうわけか真島はしばらくじっと黙り込んでいた。少しして真島の口から飛び出した言葉を聞いた時、俺は耳を疑ったよ。なんて言うたんや？この杯交わしたらあかんとな。なんやて？それは一体どういうことや？
真島は感じていたようだ。この杯交渉の裏に誰か別の人間の思惑を感じると。別の人間？なあ、東条会と北方組が杯を交わしてしまうと、そいつの描いた絵の通りにことが運んでしまうかもしれんとな。それで真島は杯交わすんを取りやめようとしたいうわけか。おそらくな。そんでその絵描いたんは誰か分かっとんのか？それは来たかな。おい、しっかりせえ。くそ。ババちゃん、これはどういうことや？なんで北方撃ったんや？お前の親父なんちゃうんか？兄貴、あんた本当に素直な人ですね。北方が俺の親父か。俺はね、北方組の人間なんかじゃないんですよ。俺の目的にとってはその方が都合が良かったから、そう振る舞っていただけです。目的やと？そうです。俺があの刑務所に移送されたことも、あなたと同部屋になったことも、全部計画されていたことなんですよ。全部芝居やったちゅうことか？そうです。あなたは全てこちらの読み通りに動いてくれた。こっちが戸惑うほどにね。でも正直言って、あなただけにはバレたくなかった。ババちゃん、こんなことになるんなら、あの時雪山で死んどきゃよかった。そしたらこんな思いしなくて済んだのに。何アホなこと言うとるんや。俺の役目はあなたの監視。そのために刑務所に入ったんです。ほな、殺人で10年食らってたっちゅう話も当然作り話ですよ。
そういうエピソードの方が冴島さんの関心が引けると思いましてね。なんでそこまでして俺を監視する必要があったんや。俺が脱獄するとでも思ってたんか。いや違います。むしろその逆です。逆？俺の目的はあなたの刑期をコントロールすること。つまり都合のいいタイミングであの刑務所からあなたを連れ出し、ここ月見野まで連れてくることにあったんです。そんなアホな話あるか。そないなことできるはずない。よく思い出してください。あの刑務所にはあなたの仮出所を邪魔する人間がいたはずだ。邪魔するやつやで。まさか釘原ですよ。あいつはあなたの仮釈放を延期させるための道具でした。そう、あいつは俺の部下です。俺にはあなたの仮釈放を伸ばす必要があった。それで釘原を使ってあなたが彼らに暴行をするように仕向けたんです。そしたらお前がのみで人刺したチワの事件も全部。そう、あれは本当に俺が刺したんですよ。あなたが確実に釘原たちに手を出すにはそうするしかなかったんだね。お前ですが、そこまでやったところで今度は逆にあなたを外に連れ出さなきゃならなくなった。だから外の力を使って無理やりあの脱獄騒ぎを仕掛けたというわけです。どういうことや。ちゃんと説明せえ。真島五郎の死ですよ。それが俺たちにとってあなたをあの刑務所から連れ出すためのサインだったんです。あなたを刑務所の外に出すために真島は殺されたんですよ。真島が死んであなたが動く、それが我々の書いたシナリオです。兄弟が俺のために死んだやと？どういうことや。所長を殺し法務省に手を回してあなたの仮釈放の申請を取り下げさせたのも全てあなたが自らの意思で刑務所から出るように仕向けるため必要なことでした。まあ俺個人にそんな力があるわけはありませんが。何のためや。なんでそこまでして俺を外に出す必要があったんや。それは俺のパックにいる人の計画にあなたの力が必要だからです。お前のバックにおる人間誰や。それは。それを知ればあなたは死ぬことになる。当然教えた俺も殺されるでしょう。なら結論は一つです。シナリオではあなたをここで殺す予定はなかったんですが、こうなってしまった以上致し方ない。俺かお前のどっちかが死ななあかんちゅうことやな。どないした。撃てえ。さっさと撃たんかい。何しとんのよババちゃん。ほらはよ。
最後に一つ聞かせてください。なんであの時俺を助けに来たんですか。あん時俺が雪山で遭難した時ですよ。あんたは俺なんか放っておいて一人で月見野に行きゃよかったんだ。それなのにあんたは危険も顧みず俺を助けに来てくれた。どうしてだ。兄弟を見捨てられるわけない。それだけ。兄弟。ああ、そんな杯を交わしたわけでもない。俺が勝手にそう呼んでただけなのに。それでもあんたは俺のこと兄弟だって言うのか。当たり前やろ。杯交わすやなんてただの儀式に過ぎん。人と人の絆っちゅうもんは杯なんか交わさんでも自然にできるもんや。ちゃうか、ババちゃん。俺はお前のことずっと弟分や思とったで。やめろ。裏に何があったかはどうでもええ。俺にとってお前はほんまの兄弟。もうやめてくれ。何しとんじゃボケが。立てや、ババちゃん。兄貴分としてお前には教えとかなあかんことがあるようやな。何ですか。人間どんなにつろうても生きなあかん。つろうても夢持って生きなあかんのや。夢。ああ、きっとお前にもあるはずや。手に入れたい、叶えたい夢が。俺は網走に入る前チコタンや。極道の世界に足踏み入れるしかなかった人間が二度と俺みたいな悲しい道を生きんでもええようにする。それが俺と真島が描いた夢。俺が今ここにおる理由や。ババちゃん、都合よう死ねるほど世の中あまない。お前には死ぬっちゅうことがどういうことか教えたる。どうする気ですか。簡単や。一遍死ぬほどの恐怖をその体に叩き込んだるわ。なるほど、冴島さんらしいやり方ですね。ああ、不満か。きちんと蹴りつけましょう。来いや、ババー。全力でいきます。
どうや、死ぬほど痛い思いした気分は？いいもんじゃないです。聞かないんですか？うん？あなたをこんなことに巻き込んだ黒幕の正体。もうええわ。あ？そんなことしても真島の兄弟は帰ってこえへん。せやけど喜多方に会うてなんとなく思たんや。何をですか？あいつはまだ生きとる。まそうあってほしいと思っとるだけかもしれんけどな。西島の兄貴、恥を忍んで言います。ここは一旦見逃してください。今あなたに事の真相を話したら俺は確実に消されます。俺はまだ死ねない。こんな俺にも夢はあるんだね。ああ、でも夢に自分なりのケリをつけたらまた必ず西島の兄貴の前に姿を現します。そん時はちゃんと兄弟の杯交わさせてください。わかった。いつでもええ。待っとるで。はい。どこまでだ？佐江島大河だな。過重逃走及び銃刀法違反の現行犯で逮捕する。これでようやく差しであんたと話ができそうだな。
脱獄までして出てきた割にはやけにあっさり観念したもんだな。北方には会えたのか。なんでそれを。お前がどういう目的で動いていたかくらい分かってる。警察なめんなよ。それにさっき北方を警察病院に搬送したばかりだからな。北方を助かったんか。ああ銃声の後すぐに駆けつけたからな。お前が撃ったってわけじゃねえよな。さっき警察病院から連絡があって命に別状はないとのことだ。安心しろ。そうか。お前北方から真島の死の真相を聞き出すつもりだったんだろ。早速黙秘か。まあいい。それじゃあ黙ってこっちの話を聞け。ここなら誰も邪魔が入らねえからよ。北方から聞いたかもしれないが、真島を殺したのは北方組じゃない。東条会だ。うん？その顔じゃ信用してねえようだな。それじゃあこの情報は知ってるか。福岡で山笠組と杯交渉に行った堂島大吾が消えたって話。なんやって。知らなかったか。つい先日堂島は訪問先の福岡で忽然と姿を消しやがった。それから間髪入れず月見野で真島が、名古屋で安住が死んじまった。おかげで東条会本家は大パニックだ。本庁の四課の連中今や寝る間もねえくらい忙しいらしいぜ。実は俺は今森永ってやつの行方を追ってる。森永。堂島大吾の護衛をやっていた男だ。実はその男福岡で本部長の青山をやってんだよ。青山が殺された。森永が護衛していた堂島は行方不明。そして会長代行をしていた青山も森永に殺された。なんかこれ怪しくないか。さっきお前と一緒にいた男、あれババって男だよな。なんでそのこと。やっぱりそうか。わざと泳がせた甲斐があるってもんだ。あんたの狙いは何や。俺を捕まえることやったんちゃうんか。まあそれもあるが、だが俺の真の狙い、それはこの一連の騒動を裏で操ってる人間、東条会の裏切り者を突き止めるってことだ。東条会の裏切り者やと。堂島大吾の失踪、真島の死、そしてお前、数年間全く動きを見せなかった東条会という山がこの数日間で一気に動き出して、それもまるでタイミングを合わせたかのように一斉に。俺はな、さっきお前と一緒にいた馬場もその東条会をめぐる騒動を操っている人間の一味なんじゃないかと睨んでる。その人間ちゅうのが森永やと。うん、その可能性が高い。一体何がどうなっとるんや。一つだけ確実なことがある。それはお前がこの東条会の内部で起こっている出来事の中心にいるってことだ。お前は奴らの計画に利用されてるんだよ。
登場会のことが気になるか。ならねえわけねえよな。となるとお前は東京に行くしかない。そないなこと分かっとるわ。せやけど今の俺にはどうすることもできん。ああ、言うの忘れてた。実はこの車、空港行きなんだよ。空港？俺はな、現在全国の極道社会を揺るがしているこの一大事件を府警の力で解決したいんだよ。そのためには事件のキーマンである森永、馬場を追うのが一番。そこであんたの力を借りたい。東京に行って東上会内部で何が起きているのか一つ探ってきちゃくれねえか。なんやて。今の東上会はガタガタだ。そこに若頭候補のあんたが現れればきっと事態は動く。俺に警察の犬になれ言うんか。ノーと言うならこのまま刑務所に向かうだけだ。さあどうする。ここから出て行ってもらえませんか、桐生一馬さん。言ってる意味がわからないな。あの子を琉球街の本屋で見つけてから1週間。この養護施設のこともどういう環境で育ってきたのかも全て調べさせてもらった。もちろんあなたの前の職業もね。沢村遥か、容姿やスタイルは荒削りだけど間違いなく逸材。磨けば光るわ。私なら彼女をギラギラに光る宝石の中でも特別な存在にすることができる。私にあの子を預けて必ず成功させてみせる。その条件が俺がここから去ることだというのか。人間っていうのは誰かを好きになればなるほどその人の裏を知りたくなるものなの。血液型、出身地、服の趣味や家族構成、知れば知るほど身近になった実感を得られる。でもその相手が実際は手の届かない遠い存在であるほど知りたいという感情はより強く作用してしまう。そしてそれは相手の知らなくてもいい部分を暴きたいという感情につながっていく。遥の過去のことか。ええ、人の心ってのは無常なものなの。一度愛した人間に裏切られたと感じた時その愛情は憎悪にすら変わる。そうは思わない？彼女を守るためなの。あなたと一緒にいた過去を消し去ることができれば私は彼女を守れる。だから。もういい、話は分かった。返事は？俺はここから離れるつもりはない。朝顔の子供たちにとって俺がいなくなることは幸せなことじゃない。俺は必要とされる限りここで生きていくつもりだ。
それがあなたの仕事だと？仕事とかそんな軽いもんじゃない。それが俺の生きる道だということだ。用事があるんで失礼する。勝手に帰ってくれ。何にも分かってないのね。道を極めたっていう割には随分世間知らずなのね、あなた。女の子一人に夢を見させることすらできない男がカッコつけてんじゃないわよ。彼女だけじゃない。先日ここを訪れた時分かったわ。朝顔に夢はない。あなたがいる限りずっとね。どういう意味だ。私が幸せと聞いたら子供たちはみんな口を揃えて言ったわ。幸せだって。確かに身寄りのない子供たちにとってここは最高の場所かもしれない。でもね、あの子たちは全員怯えている。何にだ。今だけの幸せが壊れてしまうことに。あの子たちは全員心からあなたを愛してる。でもあなたといることの幸せを守ろうとするがあまり、全てのものを犠牲にしても構わないとすら考えてる。例えば夢。子供っていうのはもっとわがままで、もっと無鉄砲で、もっと自分に忠実であるべきよ。あなたが近くにいるとあの子たちは自分自身の夢を描けない。夢。あなたにもわかるでしょ。子供たちがいずれ大きくなるためには夢ってものが大切になるんだってことくらい。そういった幸せを維持しようとする人間と、何も持ってなくても夢を追いかける人間、どっちが強くてたくましいか。旅をさせなさい。そしてあなたも旅に出て、人のためじゃなくて自分のために探すの。必死になれる夢を。だが彼女を私に預けてくれれば、その代償に子供たちの夢への保証をするつもりよ。施設の子全員が成人するまでの養育費、その他才能への投資、全て私が面倒を見させてもらう。あなたは自分の代わりとなるスタッフを探して。安心して、はるかちゃんは絶対に成功する。歌手という道はあの子にとってかけがえのない夢になるわ。私の夢。どうしてそう言い切れるんだ。本当にそれがはるかの夢かどうなのか、なぜあんたにわかる。簡単よ。私の夢も同じだからよ。あんたの夢。そう、夢は必ず受け継がれていく。人から人へ、必ずね。
ちゃうちゃうちゃう、何回言わせたら気ぃ済むんや。リズムに乗れって言うとるやろ。もう一回行くで。はい。ちゃうちゃう、そうやない。違う。はるか、恥かくくらいやったらステージみたいなもん登らん方がええ。もうやめた方がええんとちゃうか。やります。もう一回お願いします。ほな、もう一度始めから。ええか、言っとくけど、こんなの基礎の基礎なんやからな。いい加減できなきゃ、もうやるだけ時間の無駄や。気合入れとけよ。はい。うまくいったよね。ああ、はい。今、蒼天テレビに出てる。ええ、そうです。沢村遥、うちのタレントです。沢村遥さんです。ええ、はい。沢村は今、うちの一押しでして。そうです。プリンセスリーグで勝てたらメジャーデビューすることになってます。よろしくお願いします。またまた、ほんまですか。いや、その際はぜひぜひ。はい、なるほどですね。了解です。はい、そしたら失礼いたします。なあ、堀江ちゃん、水くれる？え？あ、はい、ただいま。なあ、社長、いくらなんでも、あと1週間でプリンセスリーグで優勝させるレベルまで鍛えろなんて、無理やで。時間がなさすぎる。今さら泣き言？プロなら言われた期日できっちり形にしなさい。最初の話じゃ1年がかりで育てるって話だったはずですよ。それが半年で、時間がなさすぎですって。歌なら歌、ダンスならダンス、どっちか一つにレッスン絞った方がええんじゃないですか。
私はハルカをただのアイドルで終わらせるつもりはないの。確かにあの子は掘り出し物ですよ。動きはいいし勘もええ、ルックスの割に根性もある。なんせこの半年社長が方々を集めた中で逃げずに残ったのはあの子一人だけですからね。なら問題ないじゃない。いやだからこそもっとじっくり育てる方がええんやないかと。口出しは結構よ、ギタ。あなたは黙って言われた通りにやればいい。それに見合うだけの金は払ってるはずでしょ。社長、大木田さんも遥のことを思て言うてはるんですし。あなたと私は契約でつながってるの。こちらの条件に従えないなら今すぐ契約解除してもいいのよ。もちろんあなたからの途中解約ということになるから、いろいろとそっちが損することになるけど、どうする？ああ、やりますよ。やりゃいいんでしょ。
ふん。まあ今のは悪なかったわ。上出来やな。よし、今日はこのくらいでええやろ。明日もきついで。夜遊びせんとしっかり寝ておくんやな。ありがとうございました。お疲れ様。社長。明日からいよいよプリンセスリーグの決勝戦が始まるわね。はい。優勝すれば大々的に売り出していくわ。その一つとしてあなたには最高のステージを用意してある。最高の？そう。プリンセスリーグ決勝ファイナルラウンドの4日後、東京でメジャーデビューのライブをやってもらうわ。東京でライブ？ええ、間髪入れずに東京進出するの。そうなれば話題沸騰、一つのムーブメントを作り出すことができるわ。東京進出こそメジャーという世界に飛び込んだ証明になるの。わかる？はい。つまり失敗は許されないってことよ。ええ。あら、いつになく浮かない顔ね。不安？いや、ちょっと話が大きすぎてまだ実感が。何言ってるの？これからあなたの身の回りではこれまで想像もしなかったことが一気に起きるのよ。あなたの歌を全国の何十万という人が聞き、何百万という人の目に触れる。浮世離れした体験があなたの日常になるの。ちゃんと覚悟しておきなさい。はい。でもまだ決勝で勝てるかどうか。そうね。でもあなたは負けられないはずよ。あなたが負ければ沖縄の施設への援助は打ち切らせてもらう。あの施設は閉鎖することになるでしょうね。そうなればあなたの帰る家はどこにもなくなる。その意味がわかるでしょ？わかってます。私どんなことがあろうとやめませんから。そう。疲れてるところ悪かったわね。ちょっと葉っぱかけただけよ。あのね、はるか、一つ覚えておいて。アイドルというのは多くの人に愛されなきゃならない。わかる？はい。そして愛してくれる人たち、つまりファンは、いろんな言葉や形でその愛を表現する。その全てを受け止めなくてはならない。はい。好きだ、可愛いと言われて嫌な気分になる女性はいない。最初は誰でも有名になった瞬間からその愛に幸せを感じていられるものよ。でもある日気づく。ファンからの愛情は本物の愛情ではないことに。え？ファンの愛とは一方的なもの。愛と呼んではいても本当のそれとは違う。そしてその現実を知った時、ほとんどの子は潰れて消えてしまう。確かに現実はそうだったとしても、それを理解した上で続けることだってできそうなもの。でもそれがみんなできない。どうしてですか？彼女たちは愛されるということが当然のことだと思っているからよ。普通に両親がいて、普通に教育を受け、普通に育った人間にとって親や友達がいるというのは当然のこと。そんな当たり前の環境の中で当たり前のように人と接し、当たり前のように受けてきた愛情が彼女たちを弱くする。
一方的な愛と本物の愛の差がわからない。だから一方的な愛を失っただけなのに、自分の愛の全てを失ったんだと思ってしまう。愛されて当然と思っている人間は愛情の形すら認識できないの。愛情の形。アイドルとしての道を選んだあなたが不安に思う気持ちもわかる。でも私は知ってる。あなたはすでに愛されるということがどういうことなのか分かってる人間のはず。大丈夫、あなたならきっとやれる。自分を信じてレッスンを続けなさい。社長。ん？もしかして社長も私と同じような環境で育ったんですか？勘のいい子ね。私も実の親の愛を知らずに育ってきた人間なの。物心つく前に親からひどい虐待を受けててね。虐待？長い間誰にも愛されない環境で育って、私はテレビで見るアイドルという存在に憧れたわ。多くの人に愛される彼女たちは、あの頃の私とは真逆ですごく眩しかった。子供だった私は、だからアイドルを目指した。もっとも私の場合は成功には程遠かったけどね。明日はまず講演会主催のイベント、その後午後から蒼天テレビでプリンセスリーグ決勝第一ラウンドの収録よ。朝9時に事務所でいいわ。あ、そう、明日から堀江をあなたにつけるわ。今日はもう帰って休みなさい。はい、お疲れ様でした。お疲れ様。社長、私頑張ります。もちろん分かってるわ。
はるかちゃん、お疲れ。社長に言われてね、アパートまで送るわ。準備ができたら声かけてくれる？それとももう帰れる？はい、大丈夫です。よし、そしたら行こうか。ほんなら行こうか。はい。はるかちゃん、毎日頑張ってるね。いえ、私今までこういうことやったことなかったから、人一倍頑張らないと。そうか。そやけどはるかちゃん、レッスンっていうか芸能界自体入ってまだ半年くらいやろ。それであのプリンセスリーグ決勝まで勝ち進んでるんやもん。これってものすごいことやで。さすがあの社長が見込んだ子やな。才能ってやつなんかな。そんなことないですよ、まだまだです。今日も怒られてばっかりだったし。でも気を使ってくださって嬉しいです。ありがとうございます。いえいえ、どういたしまして。ああ、やっぱりはるかちゃんは笑顔がええな。そういえばこっちの学校はどう？もう慣れた？どうかな。あんまりうまいこと言ってない？勉強はなんとかついていけるんですけど、あまり友達が。そうか、これだけ忙しかったら一緒に遊びになんかなかなか行かれへんやろしな。はい。それとこういう仕事してるっていうのが気になる子もやっぱりいるみたいで。そんな奴ら気にすることないって。妬んでるだけや、そんな。でもやっぱり変なのかも、私のしてることって。はるかちゃん、僕らの仕事はお客さんに夢を与えられると思うんや。一アイドル好きとしてさ、はるかちゃんのステージほんまに魅力的やと思う。せやからっていうのも変やけど、もっと自分に自信持ってええんちゃうかな。私はアイドルですってなんて、はるかちゃんより怒られてる僕が言うても説得力ないね。そんな。はるかちゃん、僕はマネージャーとしてまだまだ半人前やけど、これから精一杯サポートするから。頼りないかもやけど、しんどなったら何でも言うてな。はい、よろしくお願いします。堀江さん、こちらこそ。明日からよろしくね。あ、ちょうど着いたね。さあ、明日からいよいよプリンセスリーグ決勝戦が始まるで。朝に仕事も入ってるし、今日はゆっくり休んでな。はい。ほんならお疲れ様。お疲れ様です。今日も頑張らなきゃね。